はいどうも、タカチャンネルのタカでございます。皆さんお元気してましたでしょうか？僕のチャンネルでは、クラウドファンディングを中心に最新のガジェットとかバッグを紹介しているチャンネルです。もちろんクラウドファンディング以外でも、ガジェットをいろいろ紹介しているので、ぜひ見てください。このように再生リストをまとめているので、ぜひそちらもチェックしていただければ幸いです。また、クラウドファンディング及びガジェットに興味がある方もチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。昨日ですね、WWDC2021 が開催されまして、でApple のね、iOS だったり OS 関連のですね、更新が、様々発表されました。個人的に言うと、ちょっとがかりな内容が結構多くてですね、僕としては、なんかこう、取り留めてなんかこう、ピックアップできるようなものっていうのはもうほんと少なかったかなって思っております。当初の予定だとね、やっぱこう、Apple さんがすごい直近でね、iPad Pro だったりとかを出したので、iPadOS とかの更新で、こう、ファイナルカットの iPad 版だったりとか、こう、ダヴィンチのね、iPad 版とか、そういったものをもっとこう、発表してくれるのかなって、ちょっと自分の中では期待はしていたんですけど、実際蓋を開けてみるとですね、全体的にはね、こう、メンテナンス更新みたいな形で、あんまりこう、驚いた、これはすごいっていうのは、あんまり僕としてはなかったかなっていうような感じです。はい。で、中でもですね、ちょっとだけ、気になったのが3点あったので、ちょっとね、ご紹介させていただこうかなと思います。そのうちの一つは、この Apple Music っていうところがですね、ロスレスオーディオ、あと空間オーディオっていうところに対応したっていうところが非常に気になっておりまして、まずこちらをですね、今回の動画ではですね、今日から、利用可能というところなので、検証していければなと思っております。その他に気になったところで言うと、例えばですね、MacOS の次のモデルですね、こちらで使える連携機能というところで、ユニバーサルコントロールっていうところが僕的にはいいなっていう風に思っております。ユニバーサルコントロールっていうのはですね、いわゆる MacBook とか iPad とか iMac、もう今 M1 のものが結構出たと思うんですけども、これらを並べておくことで、Mac のトラックパッドをスライドした、ポインターがそのまま iPad の画面、および MacBook とかを移動できるようなものになっておりまして、複数のデバイスを、一つのね、こういった移動機器とか入力機器でですね、完結できるっていう点では、僕がよく普段から使わさせていただいている、デバイス機器のメーカーでロジクールさんがソフトウェアでそういったものを作っていたので、僕的には真新しいってものではなかったんですけど、やはりこう Apple さんが作るので、そこら辺の連携をシームレスに今後行えるっていうところでは、非常に使ってみたいなっていうふうには思った次第です。はい。で、こちらはですね、2台だけっていうわけでもなく、持っているデバイスが3台であれば3台とかでもですね、組み合わせはできるので、ここら辺はですね、ちょっとロジクールさんより上かなというふうに思っております。はい。で、その他で言うと iPadOS のマルチタッチング機能っていうところが追加されたところ、ここがですね、僕的には、やっと来たかなっていうところがありました。iPadOS の更新っていうところで言うと、どちらかというと、コード打てるようになったよとか、教育現場における活用方法っていうところが非常にメインになってきたと思っておりまして、その中でもマルチタッチング機能は、一般消費者向けのコンシューマー向けかなっていうふうに僕は思いました。特に画面上部をタップ、またはキーボードのショートカットを使ってですね、スピリットビューとか、サイドオーバーを使える機能っていうところでは、非常にですね、今後のこの iPad の、使う上でですね、作業効率は測れるかなというふうに思っております。はい。じゃあ早速ね、今回の、僕の中では一番目玉だと思っている Apple Music のロスレスオーディオと空間オーディオについてですね、実際ね、試していきたいと思います。このロスレスオーディオと空間オーディオに関しましては、カタログ全体の、7500万曲、以上で利用可能という形になっておりまして、データレートとしてはですね、44.1kHz で、16ビットから、最大 192kHz の24ビットまで対応している次第です。これは従来の AAC の 256kbps から飛躍的に音質が上がっているので、あまり音楽に詳しくない人とか、音楽に興味がない人でもですね、Apple Music の音変わったなっていう風に思っていただけるような形になっていると思います。ちなみに、このロスレスっていうの皆さん聞いたことないと思うので、ちょっと簡単にご説明させていただくとですね、このロスレスっていうのはですね、化学圧縮と呼ばれるデータ圧縮形式のことを言いまして、CD っていうのが、一般的にはですね、こういうストリーミングの音楽よりも音質的には上なんですよね。で、この CD の約3分の2の情報量まで圧縮しつつ、CD クオリティのまま劣化なしで聞くことができるので、CD を聴いてるような感覚になっているっていう形です。で、ちなみに皆さんがよく聞くこのハイレゾっていうのはですね、ハイレゾは CD の 6.5 倍っていう形になっておりまして、より解像度が高い、かつ高音質で聞くことのできる、音源という形になっております。で、今回ですね、例えば、ハイレゾでなおかつロスレスって聞けんのっていう風に言うと、こういった、小型 DAP とかを使えばですね、基本的にはハイレゾでロスレスっていうのも聞ける形になっております。ただ iPhone と、このヘッドホン、iPhone とイヤホンだけでは、ハイレゾ対応の DAP を買わない限りはなかなか難しいかなっていうところですね。はい。で、この Apple Music のアップデートですね、ロスレスハイレゾだけではなくてですね、臨場感のある 3D 音源を体感できる、空間オーディオも今回、解禁されましてですね、この空間オーディオに関しましては、世界的なアーティストによる数千曲のコンテンツとヒップホップカテゴリー、ラテンポップクラシックなどがですね、多種多様なジャンルの具を空間オーディオと楽しむことができる形になっています。で、僕ね、これね、Apple さんのすごいいいなって思ったのが、これだけアップデートしているのにもかかわらず、利用料金っていうのが変わらないっていうところが、僕は結構良心的だなっていうふうに思いました。このロスレスとか空間オーディオっていうのはまだ新しい、情報になってきてるので、こういうね、Apple さんが先にこう取り入れてくれるっていうのは、Apple ユーザー、Apple 信者からしたらですね、結構嬉しい、ものになっていると僕は思っております。はい。こちら利用するにはですね、H1、もしくは W1 チップを、搭載した AirPods Beats 製品が必要になってきまして、例えばですね、僕の持っている製品だと、この AirPods Max もそうですし、あとは AirPods Pro もそうですね。こういったものを持っている方であれば、空間オーディオを、手軽に楽しんでもらうことはできます。で、ちなみに、一番安価なモデルで空間オーディオを試す場合はですね、税込み5000円台で購入できる Beats Flex っていうものがあるんですけど、それをね、使っていただくと、体感できるようになっておりますので、ぜひね、空間オーディオ、試してみたいよっていう方いらっしゃいましたらですね、Beats Flex をですね、僕の概要欄から購入していただければ幸いです。はい。で、ちなみにですね、こちらの空間オーディオに関しましては、今のところ対象楽曲っていうのはすごい少なくてですね、一部の洋楽のみ、ドルビーアトモス対応という形で、対応している次第です。まず、対応させるにはですね、このように、まず設定画面を開いていただいて、ミュージックからドルビーアトモスを自動もしくは、常にオンという形にしてください。こうすることで、空間オーディオが、体感できる形になっております。で、実際、ミュージックアプリを開いていただいてですね、はい、実際、ミュージックアプリを開いていただいて、空間オーディオに対応しているものってどういうものがあるのって調べたいときはですね、検索のボタンを押していただいたら、カテゴリーに空間オーディオというのがあるので、それを押してください。で、押していただいたら空間オーディオに対応した、楽曲が出てきます。例えば日本人とかでもですね、結構知ってるよっていう方であると、アリアナ・グランデさんとか、テイラー・スウィートさん、そこら辺はですね、今のところ空間オーディオに、対応している次第です。日本語のアーティストに関しては今のところまだ対応している予定はないので、今後ね、増えてくるのかなっていうところはあります。個人的には僕は結構洋楽よりも、邦楽とか、あとは邦ロック、そこら辺を聞くことが多いので、この辺が対応してくると、またさらにこう、毎日の通勤だったりとかですね、ちょっとしたサイクリングの時とかにもですね、音楽を聴く機会が多いので楽しむことができるんじゃないかなというふうに思っている次第です。で、ちなみになんですけど、例えばですね、テイラー・スウィフトさんの場合、開いていただくとですね、どのように判別ができますかっていうところで言うと、開いていただいたらですね、このアルバムのところにドルビー・アトモスおよびロスレス、アップルデジタルマスターという形で、表示が出てきますので、これを表示ががついてるかついてないかで判断していただくのがいいかなというふうに思います。じゃあちょっと早速ね、このテラスイートさんの、このドルビーアトモスの空間オーディオに関してですね、体験していきたいなと思います。ちょっと今回体験するのは AirPods Max でちょっと体験してみようかなと思いますね。はい。久々に、接続したのでちょっと設定をしなきゃいけなかったんですが、設定終わりました。じゃあ聞いてみましょう。今回聴いていくのがテイラー・スウィフトの「エブリ・モア」の「Willow」という、楽曲を聴いていきたいと思います。聞こえ方としてはやっぱこう360度に広がっている奥行きのある音質っていうのが体感できますね。一般的に普通に聞いてるのこの普通の音の聞こえ方とは違うので、非常にこう何ていうんですか、ライブに行っているとかそういった感覚が味わえます。360度のこの空間オーディオは非常に面白いなって思いますね。で、続いてですね、このロスレスっていうところを体験していきたいと思います。今、じゃあロスレスしたんじゃないのって皆さん思ったんですけど、ロスレスを使うにはですね、こういったワイヤレスデバイスを使う場合はですね、ロスレスっていうのが対応していないんですよね。っていうのが、ワイヤレスヘッドホンっていうのは、優れたオーディオ品質を保証するためですね、Apple AAC Bluetooth コーデックっていうのを使ってるんですよ。なんで、ところがこの Bluetooth 接続っていうところがロスレス対応ではないので、実際ね、ワイヤレスイヤホン使ってる方はこのロスレスっていうのを体感することができないんですよ。なので、今回は有線で、ロスレスっていうのを体感していきたいと思うので、この Bluetooth を使わない状態でソニーの WH1000XM4 の、有線でですね、この iPhone につないでですね、ロスレス体験をしていきたいと思います。先ほどの360度空間とちょっと違って、音の広がりっていうところで言うと360度聞こえないので、もちろん一通一通になってきています。ただですね、このロスレスの方が音質的には非常にいいので、これは有線のヘッドホンや、イヤホンを使う時の楽しみっていうのが非常に増えますね。今までのこのストリーミング音楽の唯一の欠点であった音質っていうところが、全てにおいて解決されるので、僕はこれロスレス対応結構いいなって思います。はい。で、続いて、最後に検証するのがこの DAP を使ったロスレスハイレゾ音源を聞いていきたいと思います。で、ロスレスハイレゾ音源を聞く場合はですね、こういった小型 DAP を使用していただくんですが、iPhone に対応してあるものでないといけません。僕が持ってるのは、TEAC というブランドの HAP90SD というモデルです。これは一応 iPhone に対応しておりまして、もう結構出てからだいぶ時間経ってるので、値段的にもですね、1万円前後ぐらいの結構安めの DAP になっております。はい。で、もちろんここに SD を挿すことで、これはですね、単体で音楽聴くことも可能なので、iPhone 持たずしても、一応、聴くことは可能です。はい。で、iPhone で聴く場合はですね、ここの本って書いてあるところに、これを挿して、で、下にこのライトニングのケーブルを、つけていただいてですね、この iPhone に物理的につけていただくという形になります。なので、結構線が多くなってしまうので、あまり外ではこれは使えないっていう形です。はい。で、電源オンにしていただいてですね、で、TEAC が起動したら、早速試してみましょう。聞こえ方で言うと、やっぱりこれが一番綺麗に聞こえます。はい。ただですね、じゃあロスレスは大したことないのっていうと、そんなことはないです。もちろん、ロスレスもすごいんですが、やっぱこうハイレゾの方が、さっきはちょっとパワー型の音質だったんですけど、優しさが加わって、より自然で、なおかつ綺麗に聞こえるなって感じがしました。はい。音質を、綺麗度順に表すのであれば、ハイレゾを使ったハイレゾロスレス音楽。で、その次にロスレス。で、最後ストリーミングって形になると思います。臨場感別で表すと、360度空間で、僕はロスレスのハイレゾロスレスっていうような形の順位になるかなって思いました。はい。で、今回のね、このロスレスオーディオを知っていただきたいこととしては2点ございまして、まず1つ目がロスレスオーディオをモバイルデータ通信とかですね、Wi-Fi ネットワークを使用してですね、ストリーミングする場合、データ消費量が格段と増えるんですよね。なので、外での使用っていうのはあまりお勧めできません。で、あくまでも家の中とかでダウンロードしてですね、外で聞くとかの方がいいかなと僕は思います。はい。で、ロスレスオーディオをダウンロードする際もですね、デバイスの容量もさらに必要になってくるので、もしご自身の iPhone がですね、あまり、容量が、多いモデルでない場合は、家で、ストリーミングとして聞いていただくのが一番いいんじゃないかなというふうに思っております。はい。あともう一つがですね、Apple Music からすでにダウンロードしてあるものを、ロスレスバージョンで入手したい場合はですね、一旦その曲を削除していただいて、Apple Music カタログから再度、ダウンロードする必要性がございますので、そこだけ気をつけていただければなと思います。はい。まあ、以上ですね、Apple Music についてのご紹介になっております。まあ、まとめるとですね、Apple Music は月額980円でロスレスハイレゾ音源を、体感できる素晴らしい、システムだなっていうところと、あと iPhone 単体でもハイレゾ音源は、再生できるんですけども、48kHz の24ビットまでになってしまうので、あんまりこうメリットがないっていうところと、あとワイヤレスだとロスレスハイレゾオーディオっていうのが再生できないっていうデメリットがあるっていうところです。で、最後が、まあ、96kHz の24ビットの、音源をネイティブ再生、するためにはですね、外付けの、こういったダグ、アンプが必要になってくるっていうような形になっております。はい。まあ、皆様ぜひですね、Apple Music 入ってる方、最近だと巷で結構多くなってきてると思うので、一度はですね、体感していただいてもいいんじゃないでしょうか。まだですね、iOS およびですね、MacOS の正式な、リリースっていうところでは、まだまだ先になるということなので、まずは自分たちが、体感できるところから、Apple の新しい技術体験をしていくのをお勧めします。それでは次回の動画でお会いしましょう。